はい、稼ぎオートバイの山田徹です。稼ぎオートバイは、次回2012年4月20日から4月22日日曜日インディペンデントシアターセカンドにて、本公演を行います。タイトルは桃源郷のスペクターというタイトルです。出演は赤星正則、坂口修一、サリングロックさん、なめとあたかし、そして、僕山浦徹の6人でお送りします。ちょっと派手にねやりたいなと思って、弾けたいなっていう欲望が、プラズマバンドワゴンがね見ていただいたようにしっとりした感じだったんで、ちょっとね今回次は弾けてガンガンいきたいなっていう、そういう感じで挑む新作であります。ね、サンタとサリンがすごい可愛い。これね、劇場で見たらぜひ要チェックしてください。そして、手帳なりスマホなりに4月20日から22日空いてるところに、ぜひ座席オートバイかでも C でも何でもいいですので、マークしていただきたいなと思います。面白い芝居をお見せしますので、本当にねぜひ来ていただきたいと思います。サンタなんかある？そうですね、チケット発売日は、3月10日の朝10時からです。今が3月7日ですので、明日、明後日、しあさって朝10時からですので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。それでは